とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周、やっていきたいと思います。1日ではきついので、2日に分けて、10周、10周と、毎日頑張っております。今日はいいものが出てきてくれるかな。どうだろうか。じゃあ、どこだ、こっちか。オッケー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 、いいんじゃない。もうね、ボスも慣れましたよもうさすがにね、さすがに慣れるよ。よし、オッケー。危ない。これ不意に出てくるクリーパーが要注意ですもんね。そこだけなんとかすれば、あとは全然余裕です。はい、1周目見てみましょう。1周目でだいたいね、今日はどんなのかわかる。これひどい、全部ノーマル、ひどっ。いや、まあまあまあ、黄金のねスキルだけまあ見てみましょう。冬リフレッシュ、いやー、今日は厳しいかもしれない。一発目がこれだと結構厳しいかもしれないよ。では頑張っていきましょう。2周目、お、いいよいいよ。まあ、黄金次第だけどね。物はいい。冬の指先どうだ？あ、まあ、ここじゃわかんないね。でも、下に、クールダウンショット、だけ入ってるね。上に、バーストボーストリング、ロールチャージ、アーティファクトチャージ、マルチショット、どれか！どう？冬射撃ー！次行きましょう。3周目、パープルストームはワンチャンあります。あんちゃか。いや、もともとこれ火力枠じゃないからな。よくないかな。冬つくね。今日は冬がつくね。次はどうでしょうか。やっぱ良くないんだよね。重力か。いらないな。無謀にか。よろしくないですね。5回目。冬だ、また。また冬だ。今日冬出る？あ、栗さん。いやー、でもな。弓にクリティカルか。そうね、いやー違うな。もうちょっと火力出るやつがあるんだよね。あー違いますね。どうだ。まあ防具3つだけどね、ちょっと微妙な防具だな。どう、無防2、こっちは無防1無防無防無防であれよ。次もどうだ。こっち防護3回。あー、スパイダーに防護3はまあまあ合うとは思うけどね。キープで。そろそろお願いしますよ。ダメか。影の爆発、これどうなんだろうな。使えるのかな。いや、使ったことはあるけど、なんか微妙なんだよね。でもなんか使えるようになれば強いかもしれない。エンチャントだね。どうだ。栗1。栗3。こっち栗3だったら、まあまあまあ良かったろうけどね。探検はね、アップデートで強くなったんで、ちょっと使いたいんだけどね。でもクリーチじゃ使わないかな。今日もだいぶ長くやってきたな。あと2回か。あと2回頑張ろう。グレートアックスブレード。重力か。もともとダイナモ1でしょ。いやー弱いな。ダイナモ1はそんなにねダメージ伸びないんだよね。まあ、使うとしたら下は、虚無は残して、
リフレッシュと、まあ痛みかな、うん、痛みかアーティファクトシナジーあたりが無難かな、これだったら。いやでも使わないかな。キョムニ、クリさん、おお、なぜクリティカルさんとかがこっちについてくれないかな。はい、では残り2回今日分頑張ろう。はい、うわーあ、まあまあまあ機械仕掛けはいいか。爆発1、アンチャ3か。こっちは貫通1。はい、次、おっしゃー、ラストで爆縮が来た。いいね、爆縮。下にはまあまあそんなにいいのはついてない。まあ無限はちょっと欲しいかな。頼むよ、黄金に。あ、下あれだ、連鎖反応ついてるね。なんかいいのついて、黄金。うーわー、ひどい。リフレッシュ1はいらないよ、せめて3。うん、いやいや1使えないかな。いや爆縮欲しいのよ、欲しいんだけど黄金が違う。ラギッドはもともと使わないかな。毒2、重力2か。いやー悔しいな。はい、では、明日も10周頑張ります。これ季節のやつは出ないかもしれないですね。季節の装備はあれシーズンチャレンジなんだよね。これにはデイリーチャレンジ限定って書いてあるんで、デイリーチャレンジ限定のレイピアとかあのあたりが出ますよっていうことなのかな。シーズンなんか出ない気がするね。はい、今日も頑張っていきます。一発目がソウルフォーカス1。ホークブランドの速度なら衝撃波でもまあ使えるかな。衝撃、あ、これこのまんまで使えるかもね。衝撃波、重力、リフレッシュ、虚無で、そのまま使っていけそうな気がするね。で、あー、毒の雲か、珍しいのついたな。よし、今日はなんかいつもと違う感じがします。頼むよ。はい、武器はまあそんなにいらないんだな。爆発1、旋風3か、よくないな。よろしくない。次、はい、お、あーでもなー、爆発にはいらないんだ。いやボーンクラブね、これ欲しいんだけど、爆発はちょっと違うかな、俺の欲しいやつじゃないな。ラストラーフ、これも爆発かい。こっちは爆発だしょ、爆発だよね。あ、違う、下についてるわ。なんだ、雷か。いや刀だったら良かったかもしんないけども、クレイモア系はちょっと速度が遅いな。惜しい。おお、来た来たよ、ワンチャンある、ワンチャンある。頼む、頼むよ、ほんと頼む。ほんとに勇者欲しい。しかも今回英雄だからね、英雄は、やっぱり勇者よりも、キラキラしててかっこいいのよ。リフレッシュ1ですね。頼むよ。下、おっと、これはちょっと、期待できるかもしれない。下が、全然ダメなのよ。下が全然ダメ。いや、でもなんか、火炎フォーカスつきそうな気もするな。頼むよ、毒フォーカスか、いらない。いやーせめて3よ、せめて3だったら怒りを使っていけるんだけど、1か、 30% ぐらいだなプラス。いやーいや微妙、うーわもう、いやいやいや、おー、もう妥協はしない、しないしない。次行きます。はい、おーっと来た、またこれでも来たよ。ゴーストキンドラーいい、シュルカーは別にいらない。あーでも、
悪くはなさそうな気はするんだけどね。いやでも、この4体以上に囲まれるっていうのはなかなかね、制限が難しいんだよね。なので使わないかな。キンドラーは、下に火炎フォーカス、毒フォーカスがある。でも、ソウルフォーカスがないんだよね。無謀も見えない。頼むよ！うわ、無謀3か !3! 使える？うわ、どうなんだろう。良さそうな気もする。霊体で一瞬、ね、50% ダメージカットになるし、30% で、回避もする。どうだろうな、無謀合うかな、ゴーストキンドラ。これは、基本的にはカバンとかブラストビルドで使おうと思ってたんで、近接ではないんだろうな。あ、連鎖反応3がついた。でも違うね。いや、難しいな。難しい。キープです。はい。おー、物はいいぞ、本当に。いいよ。黄金よくない。刀、どう？悪くない。悪くない。まあまあ、ちょっと待って。一度、横を見よう。あー、クリーチよくない。シナジーでしょ？で、シナジー、いや、ちょっと待て、待て。シナジー合わないか。結構手数が増えたんで、そこまでぴょんぴょんしないか。地に足をつけて戦うんで、シナジー合わんか。リフレッシュと、重力でしょ？リフレッシュ重力。で、クリティカル、追い打ちとか、そういうのが無難っぽいな。いや、シナジー多分、刀は、速度が上がったから、いまいち、かもしれない。一応ちょっとキープしとこうか。どうだ？意外と調子が良くなってきた気がするよ。でも、これは、ダメかな。これは良くない。次行こう。はい、ラスト、3回です。頑張っていきましょう。なんかね、いいのが出るから、気持ちが楽だね。うん、きついけど。どう？いいね。いいね。でも、持ってるんだよな、心奪うものは。理想系をね、2つ持ってんのよ。だから、いらないかな。うん、もうすでにあるんで。そうね、まあまあ一応持っときましょう。うん、全く同じだと思うけどね。あと2回ですね。輝くローブ、あー、よくない。力ダメ。ビースティはどうだ。あー、使える、使えるけども、もう理想系は持ってる。うん、まあ違う理想系を作るっていうのはありかもしれないね。重力と、虚無がついてる。ならば、あと2つを、あ、輝きもついてるじゃん。あ、むしろなんか輝き2とかにして、いや、良くない。良くないぞ。考え直せ。うん。まあまあ、重力、虚無、輝きついてるんで、あと1個を、まあまあ選べるよね。うん。アイテムボーナスもいいし、スタンもいいし、うん。弱体化とかでもいいかもしんない。はい。あ、今日はなかなか出るぞ。結構いい感じですね。ラストです。ラスト。重力はどう？これ3だったらよかったな。3だったらよかった。ハーブは？重力か。重力ですか。はい。まあまあ、最後は良くなかったですね。はい。ということで、2日にかけて10周やりました。2日目が結構、いい感じだったね。うん。まあ、この感じで、今シーズン、もうちょっと回っていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。